おはようございます。カイチです。皆さんお帰りなさい。ですね、昨日配信を、やめてからのプレイでこれを発見しました。雷を受け始めてから、その金属部品っていうか装備してたやつを外すと、それに雷が行くと、あ、食らった。こういうことだったんですよ。こうやってやると、そう、これで多分敵んとこ持ってってバチコーンってやれるね。あ、やれるな。奇襲する場合だったらちょっとやれるね。んで今日はね、ちょっとこの辺の高地かなを見て回って、あ、ここも高地だな、この辺も行って、偵察した後にもう一回ちょっとね、大神殿行ってみようかな。あ、そうそうそう、なんかね、予想なんだけど、忍び効果を高くしたら進めるんじゃないかなと思って、人の気配をしなきゃいいんでしょ。その辺ちょっと挑戦してみようかなと思ってますね。多分、なんだろうな、この辺降りたら、なんかありそう。だから、まず上の方から攻めよう。あ、そう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 。で、もう一個ね、ちょっと確認したいことがあったで。これ、スイッチって押してんのかな？リンク。あ、初めて見た。これで押してたんだ。俺念で爆破させてんのかと思ったけど、違ったんだね。チーカーセンサーじゃないな、チーカーストーンか、チーカーストーンで爆破させてたんだ。いや、なんかね、スマブラ版だとね、しっかりとなんかね、スイッチっぽくカチッってやって起動させてたから、あれ、リンクそんなことしてたっけと思って。すげえ、なんか印籠みたいに出してたの。あんなに突き出して。へえ、知らんかった。でね、どうやっていこうかな。あんまりね。なんか発見。いいね。なんか映画のエイリアンに出てきそう。中入ると、フェイスハーガーがいるんだよ。だからリンクはね、ちゃんとこうやって防御してるから、口周りは。行こうか。これが動いたらすごいな。あ、名前までついてんじゃん。うわ、なんか物騒な人たちばっかじゃん。置けるかな。お、いい感じ、いい感じ。これでずり落ちるのがいつもの開始クオリティ。おり、どういうことでこう、誰も気づかないっておかしいだろ。マジか。切り込もうか。よし、防御力高いやつ。なんだ、バレた。どこにおる。おー炎バージョン、炎バージョンのリーダー。ちょっとあいつにもちょっかい出すか。おー、いや、あ、初めてヒット。マジでさ、相手してほしいんだよな。一回も相手してくんない。TV コンティニューだな。また元通り宴会を始めるところが君たちのね、不思議なところ。
さすがに強いな。よし、うん、さあ来いや。よいしょ。よし、まずは一丁上がり来い。ちょっとああいう卑怯なやつはほんと性格上我慢ならんよ。おらおらおら、やばいやばい、やばい。オッケー、なかなかいい感じ。個人的にも立ち回りはいいですよ。オラ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 、もう一丁いるよな。いるよね。まずは君からだ。よし来いや。君たちの仲間はほとんどいないぞ。いた、やべ。ちょっとね、ここまで来たらやっぱノーダメ、ノーダメっていうかその死なずに行きたい。もう片手剣がないかな。ないな。よし、おいや。やばい、当たるよね。おりゃ、硬いね。おらおら、よし、よいしょ。武器に振られてる。おりゃ、ナイス。いや、いいね。よかったよかった、なんか楽しかったお。いいじゃん。島模様初めて見た。多分勝てんな。ついこの前ようやく青髪を発撃をしたから白髪白髪って読むよね、これ。まさか白に来るとはな。おお、ライネル族の中でも最上級の危険度である。目撃情報は少ないが、育てやって生きて帰ったものが少ないからだ。君の後輩の青髪さんからもらった剣だよ。いざ順調に勝負。2分で勝負をつける。いった、当てるね。私が守る。うっそ、おりゃおりゃおりゃ。どっちだ。イエイ。おお、何これ、初めて見た。おお、何すんの。やっば、そんなことすんの。甘い。
この体験めっちゃ耐久力あるな。おお、やばい。かっこいいな。やばい。お、勝った。うい。押す。押す押す。なんか一礼するアクションとか教えない。そしたら一礼してて。いや、リンクだいぶ強くなったな。中心の剣。おお、すげえ。でも意外と耐久度あんまないんだよな。すげえ。強い強い。いいね。ほとんど怪我してないな。あ、え？またおるやん。さっきここにいたよね。あ、ドラゴンさん。この野郎。この野郎、振る仕方したな、さっき。あ、乗るんだな、多分この上昇気流で。全然届かん。よし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 、乗りたい。イエーお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 ー、またフルシカトだよ。まただよ。もう全然相手にされねえな。まあそうあるべきだよね。あれこそ神獣だから。さすがにね、二連戦はしない。でも通る。よし。こんばんは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 。別に何がしたいわけでもないんですけど。あ、意外に来ないんだね。さすが武士道。やっぱお互いにね、剣を抜かないと、攻撃しないよね、それは。殺戮者じゃないんだよ、そんな。強い相手を求めてるだけだろ、ね。でかくなったなぁ。剣じゃないよ、今。炎。こうやって言ったら、また氷だ。あ、またいるじゃん、すげえ。どこにでもいるな。この辺三連ちゃんじゃん。しかもあれ槍じゃない？あ、剣かな。あれ、あ、じゃあさっきのやつも持ってる武器違ったのかな。槍だ。槍欲しい。抜くのかお主という顔してるね。見てん、この森グリーンの槍。全然さ、比較にならないよね。それ欲しいんですけど。こんにちは。うおお。ごめんなさい。ごめんなさい。別にね。そっか、近づいたらダメだね。そうだね。そりゃそうだ。追いかけてきた。さすがにね、馬がおるところに連れて行けんわ、この子は。おい、そんな警戒の動きできちゃう。じゃあもう一匹、あっちのやつって何持ってたんだろう。槍でしょ。体験とかかな。おりゃ、いった。横振りか。やばい。じゃあバトル入ったんですけど、今日はこの辺にしようかなと思います。ちょっと逃げれんじゃん。あかん。ラッシュ行くかと思ったけど、こんなところで3個も使いたくないな。はい、ということで今回はここまでになります。ショールームの方のフォローをお願いします。 YouTube の方のチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。だいたい毎日この夕方3時
4時、5時あたりのどっかで1時間ぐらい配信するのを目標にしてます。まあ割と最近してる感じですね。はい、ということでご視聴ありがとうございます。